動きは最小限でいい。全ては流れのままに。やってみせると決めたんだ。ブーストアップ。お前は俺の希望だ。どうか、私は神と呼ばれる存在。私を崇拝せよ。すごい、あの攻撃をかわせるなんて。先生のナビのおかげですよ。調子に乗るなよ。俺自身がジェニオンと一つになる。できれば何が相手だろうと、俺は前だけを見て進む。動力に損傷、飛行機が数秒後に爆発する。乗りこなして見せなきゃな。来たか。お前たちの悲しみは俺が全力で飛ぶまでだ。残念だったな。お前たちを呪縛から解き放つまでは、この戦いは俺の意志だ。敵の方が上手か。俺は飛ぶ。たとえ戦いの空だとしても、こいつの性能引き出し切ってみせる。
知ればこれくらい。空戦で遅れを取るかよ。俺の守るべきもののために。こちらの思い通りにはさせんよ。動きを読まれるとは。敵意の源はあそこか。道家と蔑まれようと。てもらう。上限の動きでかわすんだ。ここからじゃ。見る前に体が動く。精神を研ぎ澄ませ。 TS でも起動。照準は打ちながら調整する。うわ、外さない。Z クリスタルの輝き、皆様にお届けしますよ。手法発射します。
呼ばれる存在。突撃ラブハート、味方に当てるなよ。前方3秒間隔で順次発射だ。動力部損傷、凶器は数秒後に爆発する。命は大切にするものだ。戦場はどこでも変わらない。理解不能。敵機は使用以上の性能を発揮している。ゼーロスを準備しろ。両方だ。レイ、陶器は私は神と呼ばれる存在。Thank you.
こちらも覚悟はできている。飛ぶぞジェニオン海。Dエネルギー収束完了。くらえ、ドカリスオリム。人類にアンネイド秩序を保証する。私に敗北は許されない。機関の意志を消去する。殺気が前に出過ぎたな。ニューガンダムは伊達じゃない。当ててみせる。インファンネル。これで戦力は互角。この結果は搭乗者の存在によるものと推測。迂闊だったな。パンネルで仕留める。当たれよ。理解不能。デッキは使用以上の性能を発揮している。感覚が研ぎ澄まされていく。パンネル。決めさせてもらう。動力部損傷。陶器は数秒後に爆発する。世界に必要なのはシステムでも支配でもないんだ。出し惜しみしている場合じゃない。動力部損傷。陶器は数秒後に爆発する。